ソーラーインパルスソーラーインパルス HB、シアソーラーインパルスは、スイス連邦工科大学ローザンル校で進行中の有人ソーラープレーンプロジェクト。世界初の気球による無着陸地球一周を成功させたベルトランピカールがプロジェクトを主催している。このプロジェクトでも、太陽エネルギーを動力源とする有人固定翼機で世界一周することを最終目標としている。 最初の短座航空機は、スイスの機体番号コードで HBC アとされ、自力で離陸でき、最長36時間連続航行可能とすることを目標として製作された。2010年7月7日から8日にかけて、9時間の夜間飛行を挟んで、連続26時間の飛行を成功させた。このプロトタイプ機の経験に基づいて、やや大きめの2号機が製作され、 20日から25日をかけて世界一周すべく2015年3月10日にオマーンを出発し、翌2016年7月26日に世界一周を達成した。ピカールがソーラーインパルスのプロジェクトを開始したのは2003年のことである。その後様々な分野の専門家50人が6カ国から集まり、約100人がアドバイザーとして関与している。 プロジェクトの資金は私企業が出資している。主要スポンサーは、ドイツ銀行、オメガ、ソルベイ、シンドラーグループの4社。他にコベストロ、アルトラン、スイスコムがスポンサーとなっている。サポーターとしては、クラランス、ゼンパー、トヨタ自動車、BKW、STG がある。スイス連邦工科大学ローザンネコ、欧州宇宙機関、ダッシュが技術的支援をしている。 コックピットが余圧されていないため上昇限界があり、あくまでも実証用の設定である。h b c アの機体とエンジン部 h b c アの翼翼幅は、エアバス A340 に匹敵する63.4メートル。翼の下に4つのナセルがあり、それぞれにリチウムイオンポリマー二次電池と 10HP の電動機2枚バネのプロペラがある。翼をなるべく軽くするため、 炭素繊維のハニカムサンドイッチ構造を採用している。主翼と水平安定版の上面には12000個の厚さ150マイクロメートルの炭結晶シリコン太陽電池よりも大きい。太陽電池は17248個で、出力は6 6ットである。重量は2 3 0 0ラムパワープラントは4個の4 1ットのモーターと6 3 3ラムの リチウムイオンバッテリーで出力が1 3ット、x 4である。離陸速度は時速3 5トル、最高速度は 77kTs。巡航速度は時速9 0トル、巡航高度は最高で8 5 0 0ル、上昇限度は1 2 0 0 0ルである。コックピットは予圧されていて、酸素マスクなども備え、高度1 2 0 0 0ルで、 巡航可能となっている。電池が改良されれば重量を減らすことができ、複雑式にして途中で止まらずに世界一周できるようになると期待されている。世界一周ルート北半球の赤道付近を一周する計画が組まれ、操縦士の交代のため12区間に分けるなどの予定が組まれた。操縦士の生理学上の制限により、1回の飛行は3日から4日までとした。 大型旅客機以上の翼服を持つことから一部の空港のハンガーは使えないため空気で膨らませるドーム型の専用ハンガーと設営スタッフが着陸予定地へ先回りし受け入れの準備を行った2015年3月9日にアラブ首長国連邦アブダビのあるバティーンエグゼクティブ空港を飛び立ち2016年7月26日に同空港に到着し一周を終えた 天候不順で中国からハワイへの航路で日本の名古屋小牧空港への退避やハワイに到着時した際には加熱でバッテリーが破損し10ヶ月もの修理期間などがあったが16ヶ月にわたる計17回23日間の飛行で世界一周に成功した。ありがとうございます。